はい、こんにちは、レガリアです。今回はですね、こちらご紹介したいと思います。今こちらですね、冷凍で荷物が届いてるんですけど、何かと言いますと、サトフルというサイトでですね、ふるさと納税をやってみました。はい、ということで今回ですね、こちら買ったものをご紹介したいと思います。今回ですね、こちら注文して届いた商品なんですが、佐賀牛サーロインステーキ2枚約 400g と佐賀牛ハンバーグ 140g6 個ということで、こちらの寄付金はですね2万円となってます。こちらどうです、写真見てですね、この佐賀牛すごい美味しそうだなと思って頼んじゃいました。はい、ではこちらまずですね、商品の説明をしていきたいと思います。佐賀牛認定店焼肉ともるから A5 から A4 等級の佐賀牛サーロイン2枚と佐賀牛ハンバーグ6個をお届けしますということで、こちらです。はい、こちらですね、説明が2つ入ってます。両面で書いてありますね。ステーキの美味しい焼き方とかありますね。佐賀牛ハンバーグ、美味しいハンバーグの焼き方、こちらがですねハンバーグの焼き方と、こちらがですねステーキの焼き方が書かれてます。あとこちらですね、佐賀牛商品のお取り扱いについてということで、こちら書かれてます。そしてこちらがですね、お客様各位ということで、今回は数あるお店の中で当店を選んでいただき誠にありがとうございますということで、いろいろ書いてあります。でまずですね、おーすげえなこれ。はい、ではこちらですねハンバーグなんですけど、こちらがですね6個入ってます。こちらがですね1つ 140g です。賞味期限が19年3月26日って、3月26日私誕生日なんですけどね。はい、こちらがですね6個入っております。はい、こちらですね6個でございます。すごいです。そしてこちら、ちょっと逆さまにしないと見えないんですけど、こちらがですね佐賀牛のサーロインステーキです。こちらが 200g が2枚、合計でですね 400g となってます。向き的にはこうなんですけど、見えるか。はい、こういう感じです。こちらがですね1枚 200g で合計 400g です。どうすかこれ、いい差しじゃないですか。おお、すげえ。なんかこれ動くなと思ったんですけど、佐賀牛ステーキがこう1枚あって、その上にラップをかけて、また佐賀牛を置いて、またラップをかけてるという感じですね。なんか変だなと思ったら、そういう感じになってます。まあ別に品質上は全く問題ないんですけどね。はい、こちらもですねいただきたいと思います。はい、今回こちらですねサーロインステーキ2枚とハンバーグ6個ということでですね、2万円なんですけども、これしばらく食べれますね。こちら2万円でですね、ちょっと高めかなとは思うんですが、これだけ入って2万円ならいいかなと思います。はい、ではこちらですね早速ちょっと読んでいきたいと思います。佐賀牛認定店焼肉ともるから美味しいものを2つ味わってほしいので、地元佐賀の、なんて読むんですかね、佐賀のいい大地から育ったこだわりの佐賀牛サーロインステーキ 200g2 枚約 400g と佐賀牛ハンバーグ 140g6 個をセットにしました。程よいサシがあるサーロインと佐賀牛と佐賀産豚を使ったハンバーグをぜひお召し上がりくださいということで、これ合いびきなんですね。ハンバーグは1個ずつ真空しております。焼き方の見本もお付けいたしますということで、先ほどですねこちらにハンバーグとステーキの焼き方が書かれてました。親切ですね。美味しいハンバーグの焼き方ということで、ハンバーグ冷凍のままフライパン等で焼きます。
よく熱したフライパンに油を敷いてやや強めの中火で片面を焼きます。片面に色がついたらすぐに裏返します。目安は3分。まあ、こちらですね、細かく書かれてますので、お、赤ワインをかけるとかいろいろ書いてありますね、うん、はい、生産者の声ということで、地元唐津で人気の焼肉屋さん、焼肉トモルです。カツオ合ってんのかな。お目にかけていただきありがとうございます。寄付者様に喜んでいただけるよう、また地元の生産者様にも喜んでいただけるよう頑張ります、ということで頑張ってください。内容量が佐賀牛サーロイン 200g が2枚、佐賀牛ハンバーグ 140g 6個。まあ、これさっき書いてありましたけど、佐賀産豚を使ったと書いてありますね。佐賀牛と佐賀産豚を使ったハンバーグだそうです。ではこちらに行きますと、原材料成分ということで、佐賀牛サーロインは、まあサーロインですよね、肉そのまま。そして佐賀牛ハンバーグ、牛肉が佐賀牛、豚肉が佐賀産ということで、玉ねぎ、パン粉、卵、食塩、胡椒、コンソメ、ガーリックパウダー、ナツメグということです。賞味期限1ヶ月。ハンバーグは1年ぐらいありますね。注意事項その他ということで、本品は冷凍になっておりますが、お届け後はなるべく早くお召し上がりいただくと、より美味しくお召し上がりいただけますと。ハンバーグは冷凍のまま見本を参考にお焼きいただくと、ふっくらと召し上がれます。サーロインは解凍の際はできれば冷蔵庫の一番冷気が強い場所、一番冷たい場所にて一晩ゆっくりと解凍してください。そうすることによってお肉の負担が少なく解凍できますと。お申し込み順に順次発送いたします。サーロインは個体差によって 200g より少し大きくなります。個体差によるものですのでご容赦ください。写真はイメージですと。写真通りじゃないですか、これすごいお肉ですよ。はい、というこちらになります。はい、ということでこちらですね、佐賀牛サーロインステーキ2枚と佐賀牛ハンバーグ6個をこちら里フルでですね、ふるさと納税やってみましたという動画でございます。ということで今回も動画を見ていただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。もしよかったら他の動画も見てください。それではまた。